同日、コルドリエクラブで国民衛兵隊に発砲を命じるラファイエットシャンド・マルスの虐殺は1791年7月17日にパリの連兵場に平和的自衛行動のために集った5万人の大群衆に対して解散を命じた国民衛兵隊が発砲した事件。それまでフランス革命を指導する立場だった司令官ラファイエットの人気凋落を決定づけた。 また、パリ市長、バイイの処刑理由ともなった。バレンヌ事件における、ルイ16世一家の逃亡という事態は、立憲王政を窮地に陥れた。バルナーブは、国王は誘拐の被害者であったという虚構を作って、取り繕ったが、国王を裁くべきではないかという批判はなかなか消えず、共和政治立の要求は高まるばかりだった。この革命運動は7月14日の2回目の、 連盟祭に向けて、次第に熱を帯びていった。7月15日、ジャコバンクラブで、ルイ16世範囲の請願運動が決定され、これに起こった、君主主義者たち多数派がジャコバン派から脱退して、翌日、不意安派として分離した。空っぽの協会では、議員資格のある者は5から6人しかいなかったが、請願文が採択され、シャンド・マルス連平城に送られて、 主権者たる大衆に署名してもらう算段となった。内容は直接的に共和制を求めたわけではないが、新しい行政権力と新しい憲法制定議会の召集を求めるというものであった。これはオルレアン派の新しい王への交代という意味にも解釈できたので、コルドリエクラブはこの曖昧さを非難した。しかし、地区民衆はこぞって集まり、 サンタントワーヌモンから連兵場まで行進して平和的な自由行動をすると決まった。優柔不断の王にカエルが尋ねると題する風刺が、戒厳令を発した場合は生首となっている7月17日、パリは朝から異様な緊張状態であった。祖国の祭壇の下に二人の男性が隠れていたのが見つかり、民衆の手で王党派として近くの窓にぶら下げられ縛り首になった。 これは、ただの偶発的な出来事であったが、これを口実に、立憲議会は、戒厳令を布告した。市長バイイと国民衛兵隊司令官ラファイエットは事前に、計画の報告を受けており、対策を準備していた。国民衛兵1万名が動員され、西岸運動を中止させ群衆を解散させるべく、強行手段を取ったのである。軍隊がシャンドマルスにたどり着く前に、 祭壇では6000名以上がすでに署名を済ませていた。この請願書は明確な議会への不信任であったから何としても引き破らなければならなかったが午後に軍隊が人垣やバリュエードを突破して連兵場内に入ると意外にも G 行動は平和裏に行われていて表紙抜けする。しかしさっきだった兵士の乱入に驚いた民衆が投石を始めこれに対してバイイが 威嚇射撃を空に向けて命じたところ、5万人のひしめく、連兵上では何が起こったかわからず、パニックが起こった。人々は押し合い、閉止合いして逃げ出した。何度銃撃があったか、水兵射撃だったか威嚇のみだったかは、記録によって異なるが、いずれにしても、民衆への軍隊の発砲は、衝撃的な事件であった。後世の様々な死下によれば、実際の死者は13から15人程度で、 病院に搬送された者は国民衛兵を含めて12名に過ぎず、虐殺と言えるほどの犠牲ではなかったと言われ、200名程度の逮捕者も1ヶ月以内に釈放された。よって現代のフランスでは、虐殺という表現はあまり用いられず、発砲と表現される。しかし当時は噂に尾ひれがついて3000名以上の死傷者が出たという誇張した話になり、 虐殺事件として懸念され、多くの人がそれを信じた。なお、この時戒厳令を意味する赤旗が初めて用いられたが、この事件がきっかけで後に階級闘争のシンボルとなった。ありがとうございます。